上越市直越地区にある老舗のラーメン店、ニューハルピン。創業は1963年。タンメンが看板メニューの人気店で、長年地域から愛されてきました。壁すごいですね。なんか全体的に、ね、壁が上からこう荷重揺れた時にかかったのか、なんか壁がこうみんな払んじゃって。地震の影響で建物や厨房の設備に大きな被害を受けました。床や壁には大きな亀裂が入り、建物自体も傾いてしまいました。さらに厨房の床下を通る水道管が壊れてしまい、水がほとんど出ない状況が続いています。水が使えないのはラーメン店にとっては大きな痛手に。さらに建物も老朽化していて、修繕にも多額の費用がかかります。ざっとね、600万って言ってましたけど、それくらいはかかるってことですよね。でいつね倒れちゃうか分かんないんで、だから安心するにはもう壊すしかないって感じですよね。だからその壊すのにも数百万かかっちゃうんで。震災前から新型コロナと物価高の影響で売り上げも7割近く減っていました。現在は常連客を中心にオンラインショップの通販や店頭で即席ラーメンの販売を行っています。営業の再開にこぎつけても客足が戻らなければ赤字経営が続いてしまうため、笠原さんは再開するか閉店すべきか心が揺れています。直してもお客さんがね、コロナ前みたいに戻ってくれればまだね、そのかける価値あるというか、ただ戻る見込み今のところ全然ないし、だからまたね、利益出せないまま続けるっていうのがちょっと今悩んでるところですよね。もうとどめですよ。